はい、のりさんです。今日もご視聴いただきありがとうございます。はい、11月になりましたね。皆様お元気ですか？11月12月はね、私的にちょっと仕事の方が忙しくなるのかなと予定を踏んでたんですけど、ね、今のところ、そんな限りがないというかね、まだこうして動画をやる時間はどうやらあるみたいだぞという感じで、今日も突発的に、動画を撮ってるんですけども、今日はね、どういう話をしようかなって言いますと、癒しについての話になるのかなという想定で、ちょっと喋ってみますね。というわけで、いつも通り質問いただいてるんですけども、まずは質問を紹介します。のりさん、こんにちは。最近のりさん動画を見つけて見漁っているところです。笑い。質問どこに投稿したら良いのかわからないので、こちらに投稿させてください。私は霊気ヒーリングを伝授してもらって自分や家族にヒーリングしているのですが、疑問があります。私はヒーリングしている時にビリビリと体感があるのでヒーリングを信用しているのですが、もしこのように自分しかいないのであれば他人が自分のことを癒すことなんてできるのでしょうか、という質問ですね。はい、ありがとうございます。そうですね、この辺はちょっともしかしたら混乱してしまう方意外と多いんじゃないのかなとも思ったんですけども、でもこれも前の動画でやったと思うんですけども、重複するかもしれないんですけども、またちょっと話しますね。まずこのスピリチュアルとか精神世界とか、目に見えない世界の話をしていくときに、最初のアプローチとなるのは、やっぱ自分の人生をどのようにして良いものにしていこうかっていう、そこのモチベーションから入られる方が多いと思うんですね。要は今のままじゃダメだから人生をもっと良くしたい。今体が調子が悪いから、この体が調子が悪いのを治したい。今病気だから、できれば健康になりたい。老化を遅らせたい。できることなら若返りたい。みたいなね。で、こうやって思うのが悪いってことじゃなくて、もちろんこうやって思うのは全然当たり前のことだし、それはそれでいいんだけども、じゃあそれに対する解決案を提示します。ってやってるのが、今の世の中で、例えば書籍であったり、ネットであったり、もちろん YouTube もそうなんですけども、この、今の現状を変えることができますよという方法論を提示してるのが、一般的にみんなが多分スピリチュアルと認識しているものなんだろうなってことなんですよ。で、その中でも、もっと大きく自分を変えよう。もっとすごい自分になろうってね。自分を高めるっていうところに、そこに、焦点を置いてるのが、自己啓発的なメソッドになると思うんですね。で、これが強まれば強まるほど、どちらかというと、西洋的な考え方になります。で、それが悪いってわけじゃないですよ。そういろんな考え方があるねっていう話です。でも、この精神世界、スピリチュアルというものをずっと突き詰めていくと、何が分かってくるのかっていうと、そもそも、その高めようとしている私とかね、何かになろうとしている私とか、今苦しんでいる私をどうにかしようとかね、ここの視点を超えた理解がもうどうしても出てきちゃうわけなんですよ。自然とそっちに行っちゃうんですね。自然と導かれるようにそっちに行っちゃうんです。それってのは、つまり、その皆さんが良くしようとしている世界、良くしようとしている人間関係、もっと高みを目指そうとしているあなたという主体、それが全部イリュージョンで幻想ですよっていう話になってくるんですよ。で、一応仏教とかの本質的な部分っていうのは、
ここまで到達してるんですね。うん。で、まあ、一神教の場合だと、まあ、そこまで行ってないというか、まあ、聖書が誤って解釈されてるんだろうなって捉えた方が、まだ、納得はいくかなって感じなんですけども、まあ、私はどうしてもこの精神世界を探求するのが好きなね、まあ、そういう、どっちかっていうと、研究者タイプというか、まあ、スピリチュアル変態なわけなんですよ。じゃあ、どうしてもそっちの、非二元の方行っちゃうじゃんねって話になるんですよね。うん。でも、その二元的に、じゃあその心をどうしていくんだ、体をどうしていくんだっていうのも、もちろん大事なわけじゃないですか。その、よく、非二元ではその自我というものが、ちょっと悪者っぽくね、語られたりするんで、その自我を手放そうとか、自我を解体しようとか、そういうことを言われるんですけども、で、それはまあもちろん、それはすごく納得できるんですよ。本当の愛というものは、例えばその自我を超えたところにしかないと私は思ってますし、うん、本当の至福の状態、安心できる状態っていうのも、その分離をしているという前提であっては、そこまで到達できないっていうのはもうわかるんですね、感覚的に。うん。でも、この話っていうのは、どうしても言葉を超えた理解になるんで、まあ、思考を超えた理解になるんですね。だからね、まあ、精神世界が好きな方には、まあ、だんだん分かってくるんですけども、そもそも、あんまりそのスピリチュアルとは興味がないって方にとっては、多分そこまで至らないんだろうなと思うんですよ。その、自分が幻想だとか、見ている世界全部イリュージョンですよとか、これね、興味のない人、うん、要は、求めをさらば与えられるの、その、求めるとこまでいかない人には与えられないんですよね、そういう情報って。まあ、情報ってそもそもそういうもんなんだから、まあ、だからって、なんだってわけじゃないんですよ。それは別にいいんですけども。うん。で、その上で、我々は、まあ、ぶっちゃけイリュージョンの世界で生きていると言えるんですよ。ね、この精神世界の視点から見るとそうなるんです。で、その中でじゃあイリュージョンの世界でよりよく生きるためには、例えばヒーリングであったりとか大事だよねって話になるじゃないですか。で、私もね、この間ちょっとね、CS60 久しぶりにね、受けてきたんですけどね、やっぱりね、それなりに効果はあるんですよね。まあ、ただ痛いのが難点なんですけども、施術後はね、すごく体が軽くなるっていう感覚は、多分結構多くの方体感できるんじゃないのかなとは思うんですけども、で、あれだってその目に見えない力を使ってるわけじゃないですか。その中の機械ね、どうなってるか知りませんよ。なんかね、コンデンサーとかね、その磁気コイルとか多分入ってるんでしょうけども、その 目に見えない世界をのなんか、今科学ではまだあんまり解明されていないような、そういう力を利用して体の調子を整えていく。っていう、そういった方法っていうのは、まあ、いろんな研究者の方や、まあ、いろんな方がね、やっぱやってるんですよね。あんまり世に出てこないだけで。うん。で、その中で例えば、霊気って、まあ、ね、まあ、有名だからね、結構みんな知ってると思いますし、またそういうことを教えている先生とか学校もたくさんあると思うんですね。うん。じゃあ、霊気って何必要ないのって言ったら、いや、そういう、言うなれば、それってヒーリングであり、何を提供しているのかっていうと、癒しを提供していると思うんですよね。うん。また別の言い方をするならば、心の安心感、うん、を提供しているって言えるじゃないですか。で、それはそれで大事じゃないですか。うん。我々はね、まあなんだかんじゃ言っても、この体を持って、生きているわけですし、まあ、自我がある以上はこの体と同化しているわけですし、まあ、いくら瞑想とかして一旦その自我を超えたものがその実存が分かったとしても、まあ、普段仕事に戻ればね、みんなその自我と自我のさ、このぶつかり合いというかそういうコミュニケーションであれやこれややり取りするわけなんで、うん、まあ、なんだかんだ言って私たちはこの二元の世界で生きている、この VR ゲームの中で生きるですよ。うん。じゃあその VR の暮らしをいかに楽にするか、良いものにしていくかっていう意味で、ヒーリング、うん、大事だと思いますよ。
だからね、その占いとかも結局一緒で、その私とあなたがいるっていうこの分離を前提にした上での、まあ例えばその占星学にしても算命術にしても、まあそういった一つの学問体系じゃないですか。でもそれはそれで、その人を深いところまで分析するっていう意味ではやっぱりね、非常に面白いもんだなって私は思うんですよ。よくか、特にこの、なんだろう、占星術とかさ、算命学っていうの、まあ、あんまり詳しいことわかんないんですけども、非常によくできてるなとは、まあ、個人的に思うんで、で、まあ、また、ね、私の周りにはそういうのを見れる子がね、結構たくさんいるんで、まあ、たまに見てもらってね、非常に面白い発見ができたりするんで、私もその占いとかも好きですし、まあ、霊気はただ、まあ、周りにやってる人がいないからやったことないかな。まあ、機会があったらね、まあ、やってみたいなとも思うんですけども、うん。まあ、だからといってね、なんだろう。私がよく言うのは、その二元を前提とした、この分離しているという前提においてのあらゆるその施術っていうのは、どうしても、根本的解決にはならないと思うんですね。例えば心を軽くすることはできるんですけど、その苦しむ心自体を完全にゼロにすることは、それは無理なんですよ。でもまあ軽くできるならそんでいいじゃんね。体と心っていうのはつながってるんで、まあ同化してるんで、我々は思考と感情、体全部同化してるんで、だから体が調子悪くなりゃ気持ちも落ち込むんですよ、普通はね。うん、だからスポーツ選手とかっていつも体元気だから、そのスポーツ選手でうつ病になる人は少ないっていうのは、まあそういう理由もあるんですけども、うん、そういった意味でね、その精神世界の話は、要はね、どこにポジションを置くかなんですよね。うん、その例えばその禅の世界みたいにさ、本当にもう空の視点からのメッセージをバンと伝えるかとかね、うん、またそこを体現するためのメソッドを伝えるのがやっぱり禅とか密教的なものだと思うんですよ。うん、で、例えば心理学というのは、その心っていうのが、まあ心っていうのも本当はこの精神世界の視点から見るとイリュージョンなんですけども、心自体がまあただ勝手にそうやって出てきてるだけなんですけども、じゃあその心をどのように、調律するかみたいな話ね、うん。で、そういうのは心理学でいけるわけじゃないですか。うん、でも、精神世界の話だと、いや、そもそもその心幻想ですよっていうとこから入るんですよ。もう話してるポジションが全然違うわけなんですよね。うん、で、ここを理解した上で、やっぱヒーリングはヒーリングで大事だと思うし、霊気は霊気で、すごくいいと思うんで、まあ、皆さんにね、やってあげればいいんじゃないでしょうか。はい。という答えになると思います。うん。で、そうやって、まあ、心をね、扱う、まあ、精神世界の話し方とかね、で、まあ、大事だなと思うのは、まあ、そういったね、施術をしてあげて、治りました。ありがたいなという、その感謝のね、波動が共鳴し合うみたいなね。うん。で、人って面白いもんで、最終的にその一番この満足感というか至福感が出てくる感情というのは、やっぱりその感謝の感情だと思うんですよ。だから感謝メソッドって言ってさ、じゃあそれをちょっと言葉で言うことによって先取りしようかみたいな、そういうね、ありがとうワークみたいなのもあるんですけども、あれもね、でも言ってみれば対症療法であって、本当の感謝っていうのはまあね、この内面から出てくるもんなんですよね。うん。で、そのエネルギーを、その、なんだろう、封印しようとする力がやっぱエゴというものにはあるんですよね。うん。だから自分でどうこうしよう、コントロールしようっていう気持ちが強ければ強いほど、その、なかなかその感謝というものはわからないんですよ。この、明け渡すことによって、あ、本当に大丈夫だった、本当に完璧だったっていう、その感謝の気持ちが出てくると思うんですよね。はい。というわけで、
もう一個質問。これ自死についてどう思いますかってことなんですけどね。まあこういう質問はね、なるべくメンバーシップの方で話すようにしてますんで、まあこういうことにはまああんまり表では軽々しく答えないようにします、してるんですけども、でもね、私の場合はね、まあこれからのその自分の課題として、やっぱりその人に合わせてちゃんとうまくメッセージが伝えられるようになった方がいいのかななんては思ってるんですよね。うん。だから極端なこと言うと、この同じ質問を10人がしてきたとしても、その人のちゃんと人生の状況とかバックグラウンドを見て、それに合わせた適切な答えっていうのが、やっぱできた方がいいのかなって最近は思ってるので、まあそんなことも考えながら、これからもいろんな話ができたらいいなと思います。今まではね、そういうことがね、なかなかできなかったというか、まあそこまで考えてなかった。ただ自分の思ったことをペラペラと喋ってるだけだったんですけども、カウンセラーじゃないですからね、そもそもそういうことやってないんではそうなっちゃうんですけども。まあでも、その話というのはね、本当はこの1対1で、その人に合わせたことをね、その人のバックグラウンドの人生をちゃんと見て話した方がいいと思いますし、まあ、特に YouTube でこのバッと拡散するような動画で、その精神世界の本質的な部分を話すっていうのは、ある意味ね、ちょっと危険でもあるんですよね、やっぱり。なんかね、いきなり例えば自由意志はないとかね、そっちのワードばっかり先行しちゃうと、どういうことなんだよってね、なっちゃうでしょ？だから話し方って難しいんですよ。はい。というわけで、今日も最後まで聞いていただき、ありがとうございました。のりさんでした。